ラプラタ川下流の衛星写真ラプラタ川ラプラタ川はアルゼンチンとウルグアイの間を流れる川である。川口部が全幅約2 7 0トルの三角坑となっている。ラプラタ川はウルグアイ川、パラグアイ川、パラナ川の各河川をはじめとする無数の支流を含む巨大な水系としての意味も持ち、その流域面積はおよそ310万平方キロメートルで、 パラグアイ全土、ボリビア南東部、ウルグアイの大部分、ブラジル及びアルゼンチンのかなりの部分を含んでいる。川口部にはウルグアイの首都モンテビデオ、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスがある。ラプラタ水系の経済的価値は流域面積の割には小さいと言える。第一の原因として考えられるのはその水深の浅さである。水系の大部分は 船底の浅い船しか航行できないため、ミシシッピ川やドナウ川といった大河のように、内陸部まで大型船が遡上できない。灌えや水力発電に関しても、同様に経済性が小さい。1516年、スペインの航海者、フアンディアス・デソリスが、大西洋から太平洋への水路を求めて探検中に、発見した。スペイン人はこの川を、 銀の川川であることとを願って、ラプラプタ川と命名した。スペイン人は植民地の運営のために必要な町を川に沿って建設したが、スペインからの独立後、その多くは独立した新しい国家の首都やその地方の州の州と東へとなったものが多い。ありがとうございます。